第5代、フェラーズ伯爵ワシントン・シャーリーは、イギリスの貴族、海軍軍人、天文学者。ジョゼフ・ライトが太陽敬意の講義1722年5月26日、初代フェラーズ伯爵、ロバート・シャーリーのいつをローレンス・シャーリーとその妻、エリザベスの間の次男として生まれる。兄に第4代、フェラーズ伯爵位を継承するローレンス・シャーリーがあり、弟に第6代、 フェラーズ伯爵位を継承するロバート・シャーリーがいる。1738年に王立海軍に入隊。1746年に直任艦長。1775年に海軍中将。1776年に海軍大将に昇進した。1760年5月5日に兄が子供なく殺人罪で処刑されたため、第5代フェラーズ伯爵位を継承した。 1762年から1764年までフリーメイソンのイングランド、首位グランドロッジのグランドマスターを務めた。アマチュアの天文学者としても活躍し、太陽敬儀を所有していた。1761年には、金星の通過の観察で王立協会フェローに選出された、ジョゼフ・ライトガの太陽敬儀の講義を購入した。絵画の中で右側に、 子供と共に座っている人物がフェラーズ伯爵であるという。1778年10月11日に死去。アンエリオットと結婚していたが、子供はなかったため、爵位は弟のロバートが継承した。ありがとうございます。